ハーモニー、ハーモニー、は、伊藤計画の長編 SF 小説。2008年12月に、早川 SF シリーズ J コレクションの一冊として、刊行。第40回星雲賞及び、第30回日本 SF 大賞受賞。ベスト SF2009 国内編第1位。2010年12月文庫版が刊行。2015年にフジテレビ、のイタみなムービー第2弾。 伊藤計画プロジェクトとして、虐殺期間と共に、劇場版アニメ化されることが発表された。映画公開に先駆けて、2014年8月8日には、レッドジュースが手掛けた新ビジュアルカバーの新装版が、虐殺期間と同時に、早川処房から刊行された。また、月間ニュータイプにて、創刊30周年記念企画として、虐殺期間と共に、 コミカライズがされることが決定した。2019年、アメリカ合衆国で発生した暴動をきっかけに、全世界で戦争と未知のウイルスが蔓延した大災禍によって、従来の政府は瓦解し、新たな統治機構、政府のもとで高度な医療経済社会が築かれた。この社会体制では、そこに参加する人々自身が、公共のリソースとみなされ、社会のために健康。 幸福であることが義務とされた。ザメールストロムから半世紀を経た頃、女子高生のキリエトアンは、ナマフの掲げる健康、幸福社会を憎悪する五霊ミアハに共感し、友人の霊化同期アンと共に自殺を図るが、途中でキアンがナマフに密告したため失敗し、ミアハだけが死んでしまう。13年後、フーラ戦観察事務局の上級観察官として、 ナマフの監視の行き届いていない返京や、紛争地帯で活動していたと案は、ニジェールの戦場で、ナマフが禁止する飲酒、喫煙を行っていたことが露見し、日本に送還されてしまう。日本に戻ったと案は、キアンと再会し昼食を共にするが、そこで、キアンは、ごめんね、ミアハという言葉を残して自殺する。同時刻に、世界中で百八十二人の人々が、 一斉に自殺を図る、同時手発自殺事件が発生しており、螺旋観察事務局が捜査に当たることになった。事件には死んだ宮派が関係していると考えたと案は、宮派の遺体を引き取った佐恵啓太のもとを訪れた。そこで、と案は、自身の父親であるキリエヌワザが人間の意志を操作する研究を行っていたことを聞かされ、ヌワザの研究仲間、 ガブリエル・エイリンがいるバグダットに向かおうとする。その際、トアンは自殺直前のキアンがミアハと通話していたことを知り、ミアハが死んでいなかったことに驚愕する。バグダットに向かう前、トアンはインターポール捜査官エリア・バシロフの接触を受け、人間の意志を操る次世代人行動特性技術ワーキンググループという組織が生浮上層部にあり、 同時多発自殺事件に関与していることを聞かされる。トアンは空港に向かう途上、同時多発自殺事件を実行した犯人の犯行声明がテレビ放送され、健康、幸福社会を壊すため、一週間以内に誰か一人を殺さなければ、世界中の人間を自殺させると宣言した。トアンは犯人の思考が宮派と同じであることに気づく。 バグダットに到着したトアンはエーリンと面会、またその日の夜に次世代人行動特性技術ワーキンググループの中心人物である父ヌアザと会う。ヌアザはトアンに人間の意志を制御しザ・メールストロームの再来を防ぐハーモニープログラムの研究及びその実験体としてミアハをバグダットに連れてきたことを語った。またハーモニープログラムには 人間の意識が消滅してしまう副作用があり、同時多発自殺事件は、ハーモニープログラム実行求止派の宮派が仕組んだことだと明かす。そこに宮派の仲間のバシロフが現れ、ヌアザを拘束しようとするが、トアンと相打ちになって重傷を負い、トアンをかばったヌアザは死んでしまう。トアンは、バシロフから、宮派は、チェチェンで待っていると聞かされ、チェチェンに向かう。 犯行声明から一週間の期限を迎えた日、チェチェンの山奥にある旧ロシア軍基地でトアンに再会したミヤハは、ナマフの健康、幸福社会によって居場所を失った多くの人々が自殺しているとして、人間の意識を消滅させて、世界を私から救うと真意を語った。トアンは、キアンとヌワザの復讐のため、 ミヤ派の望む世界を実現させるけど、それを与えないと伝えて、宮派を射殺する。復讐を果たしたと案は、生きた得る寸前の宮派と共に、基地の外に出て、世界に別れを告げ、人間の意識、イコール私が消滅する。恋の幸は、劇場アニメ版の声優。SF 書評家、評論家の大森望は、筋立ては、虐殺期間と重なり、意識をめぐるアイディアは、 短編、from the n u s h i n g with love と共通だが、結末の衝撃は、万物理論級で、ある意味、21世紀最高の比類なき、恐怖小説かもしれないと述べた。2016年3月26日初版発行、ISBN 978から4から04から104068から、3017年2月25日発売。 ISBN 978から4から04から10万5478から92019年11月9日発売 ISBN 978から4から04から10万8665から02019年11月9日発売 ISBN 978から4から04から10万8666から7富士テレビ ノイタミナムービー第2弾プロジェクト伊藤の一環として2015年11月13日に公開された PG12 指定監督はアキラの作画監督などを務めた中村隆と鉄コンスジクリートの監督を務めたマイケル・アリアスの共同監督でアニメーション制作は鉄コンスジクリートのスタジオ摂取用のが担当する 当初は2015年11月公開予定だったが、虐殺期間が公開延期することに伴い公開順序が変更され12月4日から公開予定となった。しかし、虐殺期間は政策体制の見直しを理由に公開を無期限延期。結果としてハーモニーは当初の予定通りの公開となった。全国72スクリーンで公開され、11月14日15日の 国内映画ランキングでは第11位となった。ブルーレイの完全生産限定版と通常版、DVD の通常版が2016年3月9日にリリースされた。2019年3月27日より AUDIOBOOK.jp から登場人物ごとのキャストが割り当てられたオーディオブックがデータ配信されている。 2020年9月18日よりオーディブルから池添法文による朗読のオーディオブックがデータ配信されている。ありがとうございます。